信長の野望大使。はい、どうもこんにちは、古市です。今回から信長の野望大使をやっていきたいと思います。さあ、とはいえね、今回はですね、ちょっとプレイはせずにですね、まあどの試合でもいいけど、まあ今回はですね、この信長の野望大使にはね、志という、AI とか、あと大名実態の個性みたいなものが追加されたんで、その公式サイトでね、見れるものもあるんですけど、見れないものも結構あるんで、それを見ていきたいなというふうに思ったので、今回志のチェックをしていきたいと思います。ただ大名が減っちゃうと、こういうやつが見れなくなるんで、どのあたりがいいかな。1560年だとこの尼子家がもはや65年には滅びかけているってところなんで、そうだ、こういうふうにね、そういえば、シナリオで何があったかって見るのはいいですね。まあ、65年、次郎法師直虎で見てみましょう。ちょうど直虎もいますしね。大名は何でもいいんですよ。これでいいや。我が戦、お見せしよう。かわいいですね。伊の国っていう志が持ってますね。この志、必ず果たしてみせる。菅沼忠久。こいつが内政に対してアドバイス的な部分をしてくれる人ですね。ちょっとね、もうこの最初のチュートリアル部分は、まあ、そのプレイするときにちゃんと見ながらやりたいので、そこら辺ちょっと適当に飛ばします。今回ちょっと志のチェックのみですね、やりたいのが。いや、ついに出ましたね、大使。結構ね、ゲームシステム変わってるんで、まあ評判が悪かったり良かったりもしますけど、まあ、今のところはどうでしょうね。まあアップデートとかもあるでしょうしね、シナリオも増えるらしいんでね、その辺にちょっと期待しながらいきましょう。さあ、ではですね、東北から見ようか。道行く月、乱武家は特別な志を持ってますよね。これ出てたっけ？まあ、見てみましょうか。まあ、で、こういう風に見ると、こいつが何を考えているかっていうのが見れて、我が領内には龍馬が多いと、馬が多いということですね。なんで、こいつは騎馬隊を編成しようとしてるっぽいですね。まあ、だから何っていう情報ですよ。鉄砲隊を揃えようかな、みたいなことですかね。さあ、道行く月、三日月が道丸くなれど、まだ歩みきれぬ。見渡す限りすべて我が南部のものとせんと。で、こういう志なんですが、効果ありますよね。こういうのはね、まあ、おのおの条件を達成することによって解除されていくので、最初はですね、まあ、軍馬を装備したとき、部隊の攻撃力が上がるメリットと、大名が死ぬと達成力の心象が下がるというデメリットしかない状況ですね。で、他だと、決戦で部隊の移動速度が上がる。か、馬産地のある証券から軍馬を獲得できるってことで、馬を連れていけば攻撃力も上がるし、移動速度も上がるということで、まあ、非常に強そうなセットになりそうだね。で、これは訓民同体、兵装一致、兵の一致か、農兵の治める兵糧が増える。これもちょっと説明したいと思いますけど、ちょっと待ってね。これは必要収穫を下回っても民中が下がりにくいと。これは馬産地のある証券の成長速度が上がる、馬飽きない、ただ一気が発生しやすいと。これ一旦自分のとこ戻らないといけないのか。今回ですね、歩兵で兵力を変えられて、まあこの必要収入、これを下がると民中が下がるということで、ここですね、これ以上下がると、まあ必要収入に及ばないので、ちょっと民中が下がってしまうんですが、まあ、今回もう、それを気にしないのであれば、もうこういう風にいけますね。こうすれば、このいい家がですね、なんと、総兵数8000という風にいけて、で、一応農兵っていうのは農民でもあるので、兵糧収入がゼロにはなりませんね。でも、ゼロ、農兵ゼロの状態なら、兵糧収入は2000です。で、マックスなら、900ですね。まあ、半分ですね、ほぼ。ただ生産性が8になってしまったり、収入が大きく下がるところあるんですが、ただ8000の部屋は確保できると。で、足軽は、この次、お金の収入40しかありませんが、このお金ですね、例えばこういう風にすれば、1万の兵数をね、短期間であれば、維持できる。もう短期は無理でしょうけどね。まあこうやって足軽はお金で雇うと。で、まあこの部分ですが、まあ人口に大きく関係してくるんですが、農民を兵にすると農兵になります。で、これ、流民っていうですね、まあ、人口の部分ですね。をお金で雇うと足軽にしますね。で、農兵はですね、まあ、自分の土地があるので、まあ、あんまり長く戦っていると、
遠征気分になって士気も下がるし、まあ忠誠もね下がってしまうんで、民中が結構戦はデメリットが多かったりしますね今作は。そして、ちょっと待ってね、これは同盟関係か、これは婚姻関係ですね。で、まあいつか攻めると思うんですが、今回ね戦線っていうものが増えまして、他勢力に対して、あ、すげえ怒ってんじゃん信長父上の敵っつって、まあこうやってね他勢力に対して、まあ宣戦布告をすると、まあもういい、今回もう戦う気ないんで、ちょっとしてみましょう、しますねどっちがいいかな、他のでもいいんですけど、まあここにしますね。我が戦お見せしよう。で、息が攻めてきただと、とで、そうすると他の近隣大名はどちらかにつくかを選んで、まあ絶対今川家につくんですが、北条家や武田家は今川についたと。で、逆に松平ですね、は、まあ同盟してるというか、まあ今川ともそんな仲良くないんで、一応うちについてくれたと。だからこれはね、ついたついてない程度の話なんで、まあこっからはですね、あ、今ちょっとなんかくれましたね。例えば援軍とかを要請して、行かなければ軍勢来ないので、まあ援軍をね、例えば呼びますよ。まあ1500を、ここだけか。1000を兵糧2000を譲渡することによって呼ぶとかができますね。なのでまあ今回の援軍システムはね、根本的に変わっているっぽいですね。さて、ここだし戻りましょうか。南部家見たくらいだよね、まだ。ちょっと汎用から見よう。領地保全、加盟存続、所領拡大の3つのね、汎用的な志があって、ちょこれから見ようと思いますね。さあ、柿崎、な、領地保全。一所懸命に土地と民を守り抜くべしと。守りの戦、領内で決戦すると部隊の防御力が上がる。まあ守備的ですね。まあ領地保全なんで、自分の領地を守るために、まあ領内で戦うと士気防御力が上がって、回収に必要な期間が減るから城を強化しやすくて、籠城戦で士気が下がりにくいと。ただ領地保全っていう志があるので、拠点を失ってしまうと戦意が下がってしまうと。で、前線ですね、こっちは。表情で獲得できる農業に勢力が増える。農兵の収める兵糧が増える。だ、農兵を増やしても、さっきのね、兵糧分が増えるっていう。結構いいですね、これも。で、種まき、草刈りの効果が上がると。ただ、軍事の勢力は減ると。まあ、デメリットでも負けなければいいですよね、これ別に。まあ、領内で戦うとき強くなるだけなんで、まあ、領外で戦うっていうのに向いてる志はないんですけどね。で、加盟存続ですね。これも同じっぽいけどね。いかなる手を尽くしても加盟を後の世に残さんと。あ、外交型なんだね。あっちが自分の領土を守るのに対して、こっちは名前を残すために、外交してでも自分の名前を残したいということですね。家を残したいと。これは、自制力の大きい相手との交渉が有利になる。有利になるというのはどういうこと？まあ、同盟しやすいってことかな。で、諸政術、親善の効率が上がると。で、蔵替え、同盟を破棄しても心象が下がらないと。他勢力も。ただ、親善費用が増えてしまう。で、騒乱忌避。戦闘しない系なのかな。戦国時代の合戦はお互いに相手を滅亡させんとする苛烈なものばかりではありませんでしたと。歩み寄れる時は歩み寄り、軍を退き、皇居を伺う。戦をいかにうまく避けるかも大名の次第でしたと。農兵の死亡率が下がる。あ、いいですね。で、殺さぬよう。足軽の死亡率が下がる。いいですね。励むべし。農兵足軽の死亡率がさらに下がる。いいですね。全然知らないですね。そうすると。ただ、歩兵速度が下がってしまうと、うん。なかなかでもこっち結構そうだね。領外、領内の戦いで強くなることはないですけど、まあ死亡率が低かったり、同盟も結構有利なんで。まあでも微妙だね。さあ、これですね。最後の汎用系。所領拡大。まあこれは汎用の拡大型ですね。工場戦で強行の威力が上がり、包囲の威力も上がると。で、領外で決戦すると部隊の攻撃力、防御力か、部隊の防御力が上がると。いいですね。まあ、領外での戦に特化していると。ただ、拠点を失えば、下士の忠誠が下がってしまうと。で、もう片方は収入系ですね。まあ、証券の独占費用が減って、金銭収入が増えると。領外のね。
両外っていうことはあれか、通商関係を結んで両外に進出した際の収入が増えるってことかな。でこれは、使用権の影響力が毎月上がると。これ結構強いぞ。強くないかこちら。所領拡大なかなかいいですね。あ、これはこれ公式サイト載ってなかったですね。安藤地下水さんですね。北斗北天ん都政北天か。天に都政の輝くがごとく、この地下水も出羽にて輝いてみせようと。これ有能そうだな。これ貿易系ですかね。北の交易王、港のある証券の金銭収入が増えて、港のある証券が毎月成長すると。これいい、相関関係あるね。で、これ蝦夷か、陸奥では地方の投資費用が減ると。まあ、東北での投資費用が減ると。ただ決戦に敗北すれば民中が下がってしまうと。こちら情報通、親善の効率が上がる。戦線をすると他勢力が加勢しやすくなる。朝廷からの仕上がらいをしやすくなる。親善費用が増える。まあ戦闘系は一つもないですけどね、メリットには。ただ収入が増えるし、外交も有利に運べるから、まあお金を持って足軽を雇って精鋭部隊で攻める的なことができるから、まあまあ強そうですね。これいいな。武将は何がいるんだ。安藤地下水さんは、ああいいですね。ああなかなか強いですね。磯の目秀兼弱いですね。これ大名しか強くないぞ、ここ。大丈夫ですかね。一応ね、武将ごとにもね、こうやって領地保全とか一応汎用のあったりしますね。だからこの安藤地下水が死んだ場合、誰が継ぐか分かんないけど、まあ何か志が変わることがありそうですね。この辺は汎用だね。あ、すごいね、これ。これ攻め込んでますね。で、そこに対してこいつが攻め込んでると。もがみが攻め込んでいる。大宝寺かな、これは。に攻め込んでいると。攻め込むやつを攻め込んでますね。で、これは、あ、上に。あ、すごいですね。なんか、もうすごいいろいろね、攻め込んでますね。領地保全でも攻め込むんですね。お家を守るため、攻めねばならぬ時もあると。あー、なるほど。隣接してるからかな。ゴーアンドコ、これは公式だとなったんで、まあ、飛ばしましょうか。あ、でも案外ないな。あ、佐竹ありますね。なんていうのこれ、坂東太郎っていうのかな。とか、読み方が書いてあるわけじゃないもんね。そもそも。まあ、いや、どんなんか見ましょう。鬼吉重。大名自らが出陣すると、部隊の士気が上がり、敵部隊の士気が下がる。まあ、今作のね、戦いには士気があって、士気が下がると回想するんですよ。で、回想するとね、部隊のパラメータが大きく下がるんで、敵の部隊の士気が下がるっていうのは強いですね。ただ、家臣の成長が遅くなると。そう、結構これでも嫌だな。成長させたい系の人からすると嫌でしょうね。まあ、ただ、金山銀山なる証券の金銭収入が増えたり、まあ、地金か。鉱山なる証券から鉄砲を獲得できると。これは強いな。鉄砲が手に入るんだね。日立源氏。北条家と対抗すべく佐竹家は武田家と同盟しました。その際義重は武田信玄と清和源氏、信羅三郎義満の義明かな、嫡流はどちらかをめぐって議論になっていると。そうか。親善の効率が上がり、交渉が有利になると。で、多勢力が従属に応じやすくなり、あ、いいですね。まあ、交渉しやすくて従属させやすいと。ただ連合軍、多勢力との連合軍で決戦に敗北すると戦意が下がってしまう。まあでもそれはどうでしょうね。そんなに悪いかな。別に強そうですよね。で、まあ佐竹家、里見家もありますね。まあこれはね、まあ領内で守る、まあ、防衛系のものと民中が上がる、まあ、陣君ですね、に証券の成長、まあ戦、内政って感じですね。ただ収穫を下回ると民中が下がってしまうので、まあ農兵の数とかにはちょっと留意しなければならないと。で、里見水軍っていうので、水上の決戦での部隊の攻撃力が上がると、戦闘力が上がると。で、農兵足軽の死亡率が下がり、決戦終了時に兵数が回復。これ強いですね。三皇五帝の優で、味方の士気の自然回復力が大きくなると。決戦中のかな。ただ
デメリットは戦線をすると多勢力が加勢しにくくなるということで、味方してくれないのかな、誰も。ちょっと攻めづらそうですね。あ、もう、あらあらあら。いい、ナオトラ我らが宿敵、いざ死を消しましょうぞと。そうだ、ナオトラ見てないよね、そもそも。豪商援助、寺なる拠点の兵糧収入が増える。まあ龍炭寺ですね。で、虎の守る谷、拠点の人口が増えやすくなる。飯の家の人口が増えやすくなると。で、特性拒否、領外領内の証券の金銭収入が増える。ただ自勢力で大きい相手との交渉が不利になる。ああ、まあまあまあ、目付役。すごいドラマによってますね。名称の養育者、竜宮小僧、表情で大名自らが発言できる。これわかんないな、どんなんか。やったことがまともにないんでね。これがどういうメリットを生むかわかんないね。で、一門武将の成長が早くなると。これはいいですね。で、三河の庇護、同盟勢力が実行済みの方策を獲得でき、方策実行に必要な勢力も減る。あ、これ強いですね。はあ、なかなかいいね。戦系がないけどね。で、皆様気になってるでしょ、この、これですね、不祥が如くというね、一人だけ、竜が如くみたいな、やつがいるんで、こいつ見ましょうか。これ出てないんでね。まず何言ってるこいつ。民をおろそかにしては心しを遂げられぬと。こういうね。これ一応紹介しましょう。まあ、こいつ名前はですね、小田氏治、フェニックス氏治ですね。間違えました。小田フェニックス氏治ですね。年齢は35歳で、統率51、武勇47と。もう非常に強いですね。で、この名門小田家15代当主と。で、この、北条、佐竹ですね。佐竹に連戦連敗して居城を奪われてしまったと。だが、何度も何度も戦ったという名称ですね。で、志はですね、不死鳥が如く、奪われたらまた取り戻せばいいと。この宇治原、あ、間違えました。この、フェニックス宇治原は何度でも小田家を、盛り返せると。戦べたであった宇治原、彼は、フェニックス宇治原ですね。彼は幾度も居城、織田城を奪われ、敗戦を繰り返していますと。しかし彼は何度負けようとも、再び戦いを挑んで、織田城を奪還すると。不屈の心を持った将でもありましたと。で、これ、大名部隊が改装しても戦況が悪化しない。まあ、決戦中大名がね、やられると、基本まあ、士気が下がっちゃうんですよ。芋づる士気に。ただ、それがないと。まあ、不死鳥なんでね。まあ、フェニックス効果でね、その辺はないと。で、改装した部隊の復帰が早くなると。なので、この、フェニックスが改装してしまったと。でも、フェニックスはすぐね、戻ってくると。で、さらにですね、これ、不行不屈っていうのかな。改装した部隊が復帰するときに戦闘力が上がるということで、宇治原がやられてしまった。すぐ復帰する。復帰したら強くなっていると。このね、三段フェニックス効果でね、どんどん強くなったフェニックスが復活するということで、強いのかな。まあでも、使い方によりますよね。改装してもね、まあこれ大名以外も含むと思うんで、復帰が早くて強くなるということで、逆に士気を下げてやられてしまった方がいいんじゃないかと思いますね。で、皆の声が聞こえると。宇治原が何度でも織田城を奪還できたのは、家臣団の結束力や重臣である菅谷、正貞、乗政伏らの忠義と献身があってのことでしょうと。そして何度連敗しようとも、必ずそのもとに兵が集まってきた彼には、強い人望があるに違いないと。弱者の英雄、勢力の民中が上がると。これいいですね。一連卓章、古参武将の忠誠が上がる。方眼美意、拠点を失っても民中が下がりにくい。いいですね。もうめちゃくちゃ上がりますよ、これ。民中1000超えそうですね。で、民の心と秋の空。必要収穫を下回ると民中が下がる。あ、下がってしまうんですね、これでも。もうこれすごいね、この民中しかないよ。3つ民中系ですからね。これ2個目のページいんのかな、結構でも、個性的ですね。てか、待って、そういえば。これはどうなんだろうな。拠点を失っても民衆が下がりにくいってさ、拠点この織田城しかないんですよ、こいつって。ここだけですよ。失ったら終わりなんですよね。まあでも帰ってくると。いいですね。我が領内に馬が多いと。うん、これは、これ長野家ですね。武田家に。あ、ちょっと徳川どうでしょうね、これ。松平か、まだ。これね、松平とか徳、織田家とか、
信長か、いや家康とかはね、年齢で志が変わって、晩年期にはね違う志を持って動き出しますね。徳川四天王の誰かが部隊を率いて大名と同じ決戦に出ると、四天王部隊の戦闘力が上がる。いいね。ただ家康が出てこないと部隊の士気が下がってしまうんですね。七転び八起き、改装した部隊の復帰が早くなる。いいですね。フェニックスと同じの持ってますね。はあ、なかなかいいですね。この辺なんか重なりすぎてよくわかんないな。ここすごいですね。顔が松中も一応あるんだよね。ちょっと才賀見てみましょう。鈴木家まだ見たことないんですよね。公式サイトにもない気がするんですよ。鉄砲の製造や扱いに長けた雑賀衆は傭兵集団としてあらゆる大名に使いました。それは戦乱渦巻く畿内において決して豊かではない紀伊に住む彼らが生き残る唯一の手段であったのかもしれませんと。根頃鉄砲、鉄砲装備者部隊の攻撃力が上がり射程が伸びる。いいですね。鉄砲火事か、証券から鉄砲獲得できる。いいですね。で、足軽の補給が安くなる。足軽を雇いやすいと。ただ部隊、鉄砲が装備されていない部隊は攻撃力が下がると。まあ、鉄砲さえあればってことだね。いいです。姿勢力、表情系のものもありますね。表情で、まあ、この軍事に関する姿勢力は安いと。なるほど。鉄砲を持って、軍力で攻めるといいですね。こいつどこ狙ってんの？さあ、では松永、何言ってますこいつ。さて次はどこに兵を向けるか。ヤマトには隙があるようだなと。さあ大体の作品で悪者に描かれる、松永久秀、彼の見てみましょうか。天下三悪事、二枚舌、親善の能率効率が上がり同盟を破棄しても多勢力の心象が下がらない。いいですね。まあ想像の時はね、同盟関係を破棄すると他の勢力はね、敵視といって、まあ、裏切り勢力に対していい思いを抱かなくて外交をしづらかったんですよね。それがないんでしょうね、こいつには。これ恣意逆者ですかね。攻城戦で保有を続けると敵勢力の戦意が下がる。これ強いな。で、大仏殿放火、寺のある拠点に所属する証券の独占費用が減ると。天下の大悪人、合戦中の敵勢力の民中が上がる。わっ、上がるんですね、敵の民中が。勢力の民中が下がる。なんででしょうね。え、常にですかこれ。常に下がるんですかね、じゃあ。松永久秀と言われるはね、大体その、前線を引いて、敷いてるんで、領民からのね、支持は高かったはずなんですけどね。さあ、これ、家臣の寿命が伸びる。そうですか。それはすごいですね。で、甲状腺で強行に対する反撃力が上がると。多聞山城のことですね。天智に通ず、籠城戦で士気が下がりにくくなる。これ結構使いづらくないか。民中が下がったりするからあんま戦いできないし、これ結構久秀さん使いづらそうですね。ちょっと武将見ましょう。で、外政内政知略高いですね。久秀結構武勇も高いんですけどね、もうちょっと高くていいんじゃないかな。逆に統率を下げた方がいいんじゃないか。まあ、目立った武将がいないですね。まあ、石州祭くらいかな。とはいえ、武勇がね、久秀とほぼ変わんないんで、そんなにですね。本願寺も見ましょう。本願寺は、寺のある場所で戦うと、兵数が増えると。で、合戦中敵勢力の民中が下がるんで、久秀がもし戦うもんなら、久秀はもう、やばいでしょうね、民中。なくなるんじゃないかな、一回。で、これは寺がある場所での収入が増えたりすると、兵糧の収入だったり、独占費用が減ったりと。本願寺は何考えてんだろう。ただね、これ、農兵の死亡率が上がるという南無阿弥陀仏。まあ、こういうね、一向一揆のものはね、命を捨ててでも戦うといったような、危険な思想なんでね。まあ、その部分で農兵は死にやすいということですね。で、こういうとこ寺がありますよね。こういうとこで戦うと、まあ、援軍みたいな形で信者が訪れるってことですね。いいね。他、三好家。家督継承ってなんだろう。我こそ三好を継ぐものであること。飯盛山城を攻め持って天下に、示さん。
見ましょうか。家督継承も汎用系なんだよね、確か。大名家の主にとって先代当主の定めた正当な世継ぎであることは非常に大事なことでしたと。あ、そういうことか。指定されずに継いだやつのことなのかな。正当主将、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の戦闘力が上がる。副大天、臨時歩兵、農兵の歩兵速度が上がる。剣上古手、籠城戦で士気が下がりにくくなると。ただ大名がいないと部隊の士気が下がると。いやでも強いですね。剣伝、後継者争いの際はそれまでは味方だった身内家臣と戦うこともよくあることですと。内紛介入、戦線をすると多勢力が加勢しやすくなる。敵にも味方にもってことかな。決戦時に多勢力との連合軍になると部隊の戦闘力が上がると。後ろ盾、強行包囲、攻城戦で包囲の威力が上がり敵勢力の戦意が下がると。え、これ強くね。結構強いな、ね、すぐ。ああいいですね。ただ家督継承ってほぼ持ってなそうですね。秀頼とか持ってんのかな。信忠とか持ってそうですよね。で信長一応うつけの天下ってなりますね。あ、これ見ましょう。第2の京、朝倉義景さん。まあこの一条谷って言われるところがですね、まあ文化人とかが多く訪れていて、まあ第2の京と呼ばれるほど栄えていたんですね。まあ義明も来ていたんで、まあその面でも文化人を呼びやすかったといった部分で、まあ非常にね、優れた町を持っていたんでね、その部分でしょうね。義景は一条谷に京から多くの文化人を招き、一大文化圏を築き上げましたと。そしてまた朝倉家の価格の向上に努めましたと。こうして誰も武の力で治められなかった複雑な権力構造を持つ越前の地を、これ曲水の宴などで文の権威で治めたと。朝廷からの使者が来訪しやすくなったり、親善の効率が上がったり、あと高貴なる国といって拠点の人口が増やすくなったりすると。ただ義景が推進しないと部隊の士気が下がってしまうということで、まあ、この雑魚を連れていかなければならないと。まあ一応ね、朝倉家といえば漱石だったり、ね、義明だったり義景だったり、まあまあ優れた部署いるんですが、こいつがね出ないといけないと。港のある証券の金銭収入が増えたり、証券に進出した時の初期影響力が上がったり、取引できる量が増えると。ただ家臣の抽選が下がる。え、本当にどこだ、これか。主は心許せぬお方だと。あ、ま、みんなマイナス2ですね。これ結構辛そうだな。ん、影面、これ新規じゃない。前までいなかった気がするぞ、影面は。影武とかいましたよね。影高もいたよね。影明いますね。なんか弱くなってない。影明もっと強かった印象があるんだけど。さて、浅井家ですね。大名が出れば強くなると部隊が。ただ大名が出ないと部隊は弱くなると。で、決戦で家臣が提案しやすいとか、ね、いいですね。で、同盟破棄しても心象が下がらない。これ久秀と同じものを持っていますね。決戦終了時に兵数が回復。ああ、いいですね。へえ。うんうん。ここ見た。四国見ましょう。正解の主。長宗我部出てないよね、確か。ただ一国の主と呼ばれるのは本意ではない。正解の主と仰がれることこそ、我が望みよと言ってますね。国なき国のコウモリが言ってますね。一両ぐそか農地を与えられた信士たちですと。この作業に従事している時でも、他の、なこれ、どこですか。まあ農作業しながらも近くに寄り置いていたってことですね。農兵の戦闘力が上がると。足軽ではなく農兵を雇っていった方がいい勢力かな。で、農兵の死亡率が下がると。窮地敗損。で、一両ぐそくの表情。豊作実行に必要な勢力が減る。ああ、強いですね。で、農兵の限界。決戦に敗北するか必要収入を下回ると民衆が下がると。で、農兵を強くしたり死亡率を下げることはできるが、ただ収入面を気にしなければならないと。うん。ただ見てください。農民の納める兵糧が増えるんで、結構達成しやすいんじゃないかな。
で、農兵の治める兵糧も増えると。で、農地が広いほど民中が上がり、農兵の防衛速度が増える、上がると。これ強いな。農兵系ですね、完全に。足軽を雇える中で農兵に対して特化していくと。見てください、この西園寺家の名将、土井清さん。20歳にしてね、統率81、V77、内政90。このね、名称がね、西園寺家に加わりました。まあ、武勇も高いし、まあ、比較的使えそうな武将ですよね。で、まあ、お隣にはね、もうこの、ここだけ見ると足利義昭かと思うほどね、凛々しい一条兼忠がいますね。で、この坂はね、パラメータがすべて20を超えるということで、まあ、この四国随一の名称になりましたね、この人も。まあ、四国には長宗我部か一条かってくらいの強さですね。あ、元山家これどういう位置にいるんだろう。あ、いいですね。位置変わってますね。あ、なんだ、想像とちょっと配置変わってるんだね。城自体も。あ、これ見ましょう。大海賊。これも出てないんだよね。これ見たかった。村上武雄さんですね。船に揺られれば乱世も忘れる。海賊の生き方は海が決める。かっこいいですね。村上戦用法かな。戦国時代の大海賊武雄、彼ら村上水軍は海上戦に特化した兵法を考案し、その力を背景に瀬戸内海の経済圏を掌握しましたと。水上の決戦で部隊の戦闘力が上がり、水上の決戦で部隊の移動速度が上がると。で、港があれば、商船の規模が増えると、上がると。で、証券の独占費用が減って、港となる証券の金銭収入が増える。お金も安く、この水上船に関しては無類の強さを持つと。ただ、勢力の民中が下がってしまう海賊支配というものがついてしまっているんですね。はあ、はあ、なるほど。普通に見てる、九州やばい。加盟存続ばっかですね。加盟存続ばかりじゃないか。キリシタン保護か。これ出てないよね、五州大衆。冷蔵寺高信ですね。幾度も肥前を追われた経験から冷徹な人物であったと言われていますと。決戦で家臣が提案しやすくなる。まあ決戦中ですね。例えば前作であたる、戦闘中に使える臨戦だったり、そういう特殊なね、技みたいなものがあるんですけど、それを提案しやすくなるってことですね。で、猪突猛進。敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がると。タミズス満身。敵力を兵数で決戦すると攻撃力が下がるということで、もうこの表裏一体というか逆のものを持ってますね。だから基本的に少ない兵数で戦わないといけないっぽいですね。で、改装した部隊の復帰が遅くなるが、復帰するときに戦闘力が上がると。だから、まあ、あのフェニックスさんいましたよね。フェニックスさんの場合は早くて強くなって帰ってくるが、こいつの場合は復帰自体は遅いけど帰ってこれば強くなると。まあ、フェニックスさんはやっぱ強いですね。これフェニックスさんに軍配上がりましたね。で、暴君。決戦時に多勢力との連合軍になると、部隊の戦闘力上がると。決戦時に、あ、連合軍になれば強くなるんですね。ただ連合軍になるってことは兵数超えてくるんでね、そこら辺はどうなるんでしょうね。で、自勢力料金相手との交渉が有利になる、よらば体重。で、敵勢力、多勢力が従属しやすくなるとか、あるが、決戦に敗北すればね、忠誠が下がってしまうと。結構決戦重要ですね。あれ、島津さん、あれ、これ汎用じゃないですか。これ汎用ですよね。あらあらあら、高久ですよね。パラメーターはまあまあ高いですけど、そうか、大体義久か。義久だと三州の総大将っていうのがあるんですが、もうちょっと先の時代なんだよね。そうかそうか、このね、みんなが志を持っている時代にね、ないっていうのはちょっとデメリットになりそうですが、所領拡大強そうだったんでね、あり中のありですね。さあ、こんな感じかな。とりあえず今回はね、ちょっと志をメインで見たかったんで見ましたね。大体見ましたよね、これで。まあ、ちなみにちょっとね、城なんですけど、まあ、想像ではですね、この別所家って3つ城あったんですよね。なんですが、この別所って赤松家に従属してるんですね。まあ、その関係上ですね、
メキ城のみになりました。まあ城がね減りましたね。まあ多分従属してて城の数が同じだったんであんまり関係が良くなかったっていう風に思われたのか知らないですけど、まあ城が減ってしまいました。メキ城のみになりましたね。まあこれくらいかな。まあ城とかもねちょくちょく変更されてますよね。まあ減ったり増えたりする場所もあったりなかったりするんじゃないかな。この奈良県なんてすごいですね。ほぼ山ですからね。城が皆無ですね。もう下南部の方なんてね。六角とかも城変わりないかな。どっか増えたり減ったりしてないですかね。ちょっとそういうの見てみたいですね。大聖寺もやったし、結構でもあれが古事記強いんじゃないこれ。志は何ですかね。城拡大ですね。ほら。小山ごぼうを狙ってますよ、こいつ。すごいですね。すごい狙いを持ってますね。武田家は今は？あ、まだ狙いはないと。こいつは府中城を狙ってますね。なるほど。まあこんな感じで、とりあえずね、志というものが結構大きく影響してくるゲームになったので、まあそれぞれ AI の動きとか見てみたいので、ちょっと他の方がね、まあもう大名をいきなりやってね、そういう天下統一を目指しているかと思うんですが、僕はですね、ちょっと志を見てみたいんで、志がどういう動きをするか見てみたいので、例えばね、村上義清で謙信が助けてくれるのかみたいなとことか検証してみたいんで、ちょっと志に特化した実況をしばらくやろうかなと思います。なんでまあちょっと次回はですね、とりあえずどっかまあ違う大名とかでやってみたりしたいとこであるんですけど、そうですね、まあちょっと足利家見れなかったのが残念ですね。ちょっと三好長慶と足利義輝にはね、それぞれまあ固有の志があったんで、それもちょっと見たかったかな。両方ないんでちょっと見ましょう。さあではですね、ちょっと時代を一つ遡らせまして、360年ですね。この時代だとちょっと変わるかもしれないですが、とりあえずまあこの2つを見ていこう。まず1つ目は三好長慶の日本の福王という志ですね。政を京都になす、我将軍に代わりて日の本を統治せんと。こいつはですね、証券の独占費用が減って近畿地方の投資運用、投資費用が減ると。まあこの辺は収入系のものが2つと、あと朝廷の要求に応じると多勢力の心象が上がると。ただですね、新軍事の高軍事の兵糧消費が増えてしまうので、まあ、兵糧収入に関しては記憶を奪わなければならないと。で、阿波水軍というのがあって、まあこの四国の方のね、水軍省ですね、があるので水上決戦が強いと。で、足軽のね、給金が安くなったりするので、まあ収入が増えて給金も安いんで、結構足軽編成が強そうですね。ちょっと見てみましょうか。歩兵でできるよね。いきなりいたりはしないよね。まあ少なくね。800しかないですけども。じゃあ行きましょう。400で300くらい使うのかな。例えばもうここね、6000とかにすれば金収支すごい下がりますよね。結構やっぱ高いのか。足軽ってどんくらいればいいんでしょうね。例えば鉄砲隊だけ足軽とかにすれば結構抑えられるし強いんですかね。じゃあ次ですね、幕府再興見ましょうか。足利義輝ですね。義明も同じのを持っていたと思いますね。さあ、役職序任、影響力を弱めていた室町幕府ですが、依然としてその権威は侮れないものがありましたと。まあ錦の御旗的なことかな。で、将軍は役職の任官や大名との謁見を通じて武家の棟梁としての力を誇示しようとしていましたと。序任、交換条件として外交のね、役職を提示できるということで、例えば何々の守護とか、あと首里大夫的なそういう簡易的な部分の役職かな、上げることによって、外交関係の交渉を有利に進めることができると。で、親善の効率が上がったりすると。結構いいね、義明っていうか、こういう幕府最高系は、義明か。で、役職を与えていれば、大名の心象が毎月上がるんで、いいですね、まあ。この交換条件で上げておけば心象も上がるということでね。で、包囲網、これ義明かな。足利将軍の号令は守護大名たちにとっては特別な意味を持っていると。
征伐、多勢力との連合軍になると勢力、戦闘力が上がり、勝利すると戦意が大きく上がると。戦闘力が上がった上に勝てば戦意まで上がるということで、二重の意味でいいですね、これは。で、五内緒。多勢力が妖精に応じやすくなると。妖精だから、こっちは別か。妖精って例えば援軍だったり、同盟だったりですよね。で、これは、戦線をすると多勢力が加勢しやすくなるということで、まあ言っても将軍家なんで、まあその将軍に味方するように、こうついてくれると。ただ多勢力との連合軍で負けると戦意が下がるか。いいね。何考えてんの今。幕府こそ日の本の武家の棟梁。何城かな。元より幕府の城へと。旗の家ですね。羽生城を攻めてますね。次回からですね、ちょっとプレイの方でやっていきたいと思います。とりあえず今回はね、志とか、まあ、小田宇治春フェニックスさんとかね見たりしましたね。なかなかいろいろあるんで、志に今乗っ取ってみんな動くしかないんでね、その大名ごとに個性があるんで、選択したらね、その個性を生かしてやっていった方がいいと思うんで、そういうのでやり方が変わるんで、結構ね何回もやれるゲームだと思うんで、ちょっとその辺楽しみなんですね。次回はじゃあこのどの難易度でいこうかな、難易度というか時代かなで行こうかなと思うんですが、まあこの天文の乱とかあるんで、天文の乱の伊達家をやるのも面白そうなんですよね。まあこの今回はね、側室が持ってたりするんで、婚姻関係を結べるというか結んだりする種宗とか面白そうなんで、これもちょっとやってみたいと思います。まずまあ次回のプレイでお会いしましょう。